このままではまずい。非常にまずいぞ。ショートク TV エピデイ。とりあえず妹子に連絡だ。はい、妹子です。あ、妹子か、私だが。いえ、たった今妹子で亡くなりました。どういうことだよ。もうそろそろ切っていいですか。そろそろって、お前の体感時間どうなってるんだよ。まだ10秒と経ってないだろ、こら。いくらですか。いや、お金を借りたくて連絡したわけじゃないんだが。あ、いえ、いくら払えば電話切らしてもらえるのかと。そのレベル。お前、お金が何でも解決してくれると思うなよ。じゃあ10万で。うん、いいだろう。もう何ですか、お金なら振り込みましたよね。本当に切るやつがいるか。というか振り込むなよ、本気で悲しくなるだろう。大使が承諾したんじゃないですか。それなのにまたかけてきて。もう今度はいくらですか。お金はもういいよ、逆に私が払うから話を聞いてくれ。いくらですか。じゃあ10万で。1分ですね。何かだ。その金額で話すことができる時間です。1秒あたり約1677円。あ、ちなみにすでに20秒ほど経ってるので残り40秒くらいですよ。お前、ずいぶん話さないうちに冷酷さに磨きがかかったようだな。まあ今そんなことはどうでもいい。妹子、動画を撮るぞ。は。私気づいてしまったんだ、ショートク TV がもうかれこれ1年も更新されていないことに。はあ。いや、厳密には妹子が1年もの間サボっていたわけだが。サボるって、別に僕 YouTuber でも何でもないですし。いいのか、このままだと私たちあの大物武将系 YouTuber 織田信長とコラボできないぞ。いや、武将系武将ですけど、そもそも生きた時代が全く違うので無理でしょうね。しかもあいつ好きな武将系 YouTuber ランキングだけでなく。いや、だから YouTuber じゃないですって。好きな歴史上の人物ランキングでもあの光を抑えて1位らしいぞ。土俵が違いすぎますよ。そんなやつとコラボしたらどうなると思う。打ち首でしょうね。そう、登録者数は穴子登りだ。うなぎです。どうだ妹子、突破口が見えただろう。何のです。私たちが有名になって歴史上の人物となるための政策の一歩だ。そんなことより仕事してください。うん、そのためにはまずある程度の登録者数と強いコンテンツを持ってないとな。あ、そういえば今隋とかいう国がバズってるらしいな。ひょっとしたらいい動画のネタを捕まえられるかもしれん。おい妹子、お前ちょっと隋に行って偵察してこい。なんで僕が。いいか、今強い力や進んだ文化を持った隋と交わりを結べば他の国に優位に立つことができ、大和政権の威厳を主張する手段にもつながるだろうと考えられる。なるほど。それじゃあ次の企画は、隋の皇帝にアポなし突して煽り文書を叩きつけてきた結果、わらわらわら、これでいこう。よーし妹子、早速ジャージに着替えていってこい。その前に延長料金分の91,685円払ってもらっていいですか。あ、